ドラコラプトルは約2億100万年前から約1億9900万年前に当たるヘッタンニアンキノウェールズに生息していた新獣脚類に属する恐竜の属。2014年にイギリスのブルーリアス類像から発見され、2016年にイギリスの古生物学者デイビッド・マーティルラによりタイプ種ドロコラプターハニガニが命名された。左右の全上顎骨。 ドラコラプトルの最初の化石は2014年にウェールズのマチペンアルスの近くで発見された。2014年3月にアマチュア古生物学者兄弟のニック・ハニガンとロブ・ハニガンがラバーノックで魚流化石を探していたところ崖の断面の高さ7メートル地点に由来する恐竜化石の入った転石を発見した。マンチェスター大学のジュディス・アダムスとフィリップ・マニングが 化石の X 線撮像と CT スキャンを行った後、化石はカーディフ国立博物館に寄付され、クレーグジバースとゲリーブ・ブラックウェールがクリーニングなどの作業を担当した。2015年には発掘地で学生サム・デイビスが足の骨を含む追加の岩石を発見した。タイプシュドロコラプターハニガニは2016年にイギリスの古生物学者、 デイビッド・マーティルとスティーブン・リドビック、シンディ・ハウエルズ、ジョン・ナッツが、被災、命名した。俗名は、ウェールズの伝承である赤い竜にちなんで、ラテン語で、ドラゴンを意味するドラコと、泥棒、略奪者を意味するラプターからなり、首相名は発見した、ハニガン兄弟への懸命である。ホロタイプ標本、NMW2015、5G、12015、5G、 11は、イギリスのブルーリアス類層のカブブルクリフ部層で発見された。より厳密には、標本が由来した層は、ジュラキのアンモナイトであるプシロセラスの初出現のもとに、あり、かつ TJ 協会を代表するペーパー結岩の直上に位置する。地層の年代は2億130万年前プラスマイナス20万年の最初期ヘッタたア案期にあたる。ホロタイプ標本は、 頭骨の備わった断片骨格である。含まれている骨には、両前上顎骨、両上顎骨、複数の歯単一の涙骨、単一の頬骨単一の五眼下骨、単一の臨場骨、単一の上後頭骨、両下顎の一部、舌骨らしき骨、二個の頸椎、頸ばら後方の脊椎、少なくとも五個の前方のおし、血道弓、肋骨、 腹肋骨、左前肢の下部、射骨、両恥骨、左座骨、右大腿骨、頸骨、肥骨の上部、左虚骨、三個の側根骨、三個の中足骨がある。保存されている骨は骨格の約40%で、ウェールズ産の飛鳥類型獣脚類恐竜としては、当時最も完全な標本である。 大きさ比較2016年、ドラコラプトルの固有派生形質が確立された。頸椎噴部の先では左右の前上顎骨が非常に大型の微孔の前方を覆う。頭骨には片面につき3本の前上顎骨刃があり、上顎骨刃は少なくとも7本である。刃は湾曲しているか、ダガー状である。刃間の円は1ミリメートルあたり6から8個の突起があり、虚子状構造を持つ。 公園で、虚子状構造は根元まで伸びる一方、前縁ではより高い位置で終わる。葉の先端に向けて、これらの構造は徐々に小さくなる。上顎骨では浅いくぼみにより、全眼下窓が区切られている。頬骨は、まっすぐな下べりを持つ、細い骨要素であり、涙骨方向に伸びてはいるが突出してはいない。後方の枝に、前方の枝が覆われている。 涙骨は長方形に近く、中央部で細くなっている。前肢と、また骨形椎は長く、後尾で、低い神経棘が伸びている。下側はわずかにくぼんでおり、また断面は長方形をなす。前面では、椎体がプルロコルによる穴が開いており、機能が椎骨の中まで入るよう暗記化している。おしいには二つの平行なキールが下側にあり、前方に向かって縮小する。 速報の突起は平たく広い。また、ドラコラプトルは股骨が報告されている。股骨が初期の重脚類化石から発見されることは稀であるが、セギサウルスやコエロフィシスで確認されている。尺骨と頭骨は約7センチメートルである。手を構成する骨は発見されているものの、どの子骨に該当するかは定かでない。骨盤では子骨が百十二ミリメートル。 座骨が1 2 9ト、mm、ルで、地骨の方が座骨よりも、はるかに長い。地骨は前方に伸び、横から見るとその下端は、前後に広がっている。座骨の上前端には長方形の閉鎖筋突起があり、座骨のシャフト部と閉鎖切れ込を形成している。シャフトは、下方、座骨の下部に向かって線上に広がっている。大腿骨では小天子の高さが大天子の約三分の二で、 1> v 字型のくぼみで大天使と分かれている。第3中足骨は約116ミ、mm、リメートルである。生体復元図2016年の系統解析では、ドラコラプトルは真珠脚類の基盤的位置に位置付けられ、最も基盤的なコエルフィシス上化とされた。ダコタラプトルの位置付けは様々な特徴から示唆されている。骨盤の構造からは恐竜のうち竜板類であること。 横に平たい歯から、ダガー状の獣脚類であることがわかる。前眼下窓の周囲に浅いくぼみがあること、頸椎のプルロコルが前方に位置すること、そして座骨に閉鎖切れンがあることからは、新獣脚類に属することが示唆される。コエルロサウルス上階の位置づけはそれほど明確ではない。ドラコラプトルは、涙骨に向いて、丸みを帯びた頬骨の枝といった、明確に共有される。 コエルロサウルス浄化の共有派生形質が少ない。このため本属は解析で基盤的位置に置かれている。さらなるクリーニングや研究により、系統に関して新たな情報がもたらされる可能性に期待が寄せられている。破産状期末の大量絶滅で地球上の約半分の種は絶滅した。大量絶滅によりそれまで地上で支配的な捕食動物であった。 ラウィスクス類は絶滅し、代わりに動物植生の獣脚類が生態的地位を継いだ。ドラコラプトルは尖った巨子状の葉を持ち、他の動物の肉を接触していたことが示唆されている。しかし歯が1センチメートル程度と小さいことから、獲物は小型の脊椎動物であったとされる。前期ジュラ紀のサウスウェールズは温暖な旋回に小島が浮かぶ沿岸域であった。 現在のラバーノックとなっている地域は沖合であったことからドラコラプトルの意外は島から海へ流されて北上したと考えられている生態系に関する情報は得られないが被災者たちは2016年に岸辺に生息する捕食動物あるいはスカベンジャーとして復元イラストを描いているドラコラプトルは知られている中で最古のジュラキの恐竜であるビビドッグ曰く ドラコラプトルは、ジュラシックパークや本や、テレビ番組から知られている恐竜たちと三上機の大量絶滅を生き延びた恐竜のギャップを埋め始め、前期ジュラ期に恐竜が多様化して、生態的地位を豊かにしたことを示唆している。記載の前年である2015年9月、ドラコラプトルは、イギリスの ITV で放送されたドキュメンタリー番組、イギリス恐竜図鑑の第2回に登場して、 番組を締めくくった。同作では、ドラコラプトルの記載論文執筆者の一人である、デイビッド・マーティルが出演し、基地のジュラキの恐竜では、最古のものではないかと主張した。マーティルは、ドラコラプトルの形態について、長いよ、キャシャな体、細かく鋭い歯を上げ、視力も高かったと説明した。また性質は、非常にネーモのだったと語った。 日本では2016年4月に NHKE テレの地球ドラマチック枠で日本語版が放送された。ありがとうございます。